エコーはイギリス海軍の E 級駆逐艦。その名を持つ艦としては7隻目。1944年にギリシャ海軍に対応され、ナバリノと改名された。エコーは1939年3月に公開されたイギリスの映画旧プレインズにてイギリス海軍の船として出演している。1940年1月、エコーは キライ付設艦の護衛と紹介任務のためにスカッパ・フローの第12艦隊に配備された。5月にはノルウェーでの軍事作戦を支援し、8月は複数の作戦において第一キライ付設艦隊を護衛した。8月28日、自由フランス軍支援のためダカール沖海戦に参加し、9月25日に作戦が中止された後には損傷した戦艦バーラムを、 フリータウンまで護衛した。1941年5月21日、ドイツの従順洋艦プリンツオイゲン及び戦艦ビスマルクの捜索において、エコーと他五隻の駆逐艦がデンマーク海峡に向かう巡洋戦艦フットと戦艦プリンス・オブ・ウェールズの護衛についた。デンマーク海峡海戦の翌日の5月25日、エコーは損傷した。 プリンス・オブ・ウェールズをアイスランドまで護衛した。7月末 EF 作戦において、エコーは空母及び重巡洋艦でボンシャー、サフォークの護衛として配備された。8月中旬から、エコーはハーランドウルフ造船所に入り、兵装の乾燥を行い、11月4日に再び艦隊加わった。12月8日から、エコーとエスカペードは、ロシアの護送船団。 P96 と共にコラ半島まで随伴する巡洋艦エディンバラを護衛した。19日に到着するとエコーはロシアの商船ムルマンスクを護衛するために艦隊を離れた。エコーは2機のドイツ爆撃機188の攻撃を受けるが戦闘機ハリケーンを呼びエディンバラの到着により難を逃れた。その後エコーは帰還した船団 QP4 を護衛し、 1942年1月10日にスカパフローに寄港した。エコーはその後英国とアイスランド間の護送船団を護衛し、船体の補修後第8駆逐艦隊に加わった。9月2日、エコーはロシアの護送船団 P98 を護衛し、北極圏の護送船団を護衛した後、1942年11月に護送船団 QP15、 1942年12月に護送船団 JW51A。1943年1月に護送船団 JW52 を護衛した。1943年2月、エコーはハンバー造船所で修理を行い、6月に再び台、八区地区艦隊に配備され、6月17日にジブラルタルに向けて出航した。7月初旬、艦隊は、 ハスキー作戦に備えるためにアレクサンドリアに向かった。1943年7月13日、アイレクスの支援の下、エコーはメッシーナ海峡の南東にてイタリアの潜水艦エレーデを撃沈した。9月16日にはエーゲ海の島々での作戦を支援し、翌日、エコー及びイントレピットはアスティパレア島沖でドイツ軍の苦戦艇を攻撃した。 1944年に、エコーはギリシャに退与され、ナバリノと改名された。1953年6月、スピットヘッドでのエリザベス女王の戴冠式に参列した多くの外国船の中の一席であった。1956年3月8日に、イギリス海軍へ返還され、翌4月に、スクラップのため売却された。ありがとうございます。